ツボ缶が始まるよ。なぜか知らねえよ、夜の埼玉は透けていく透けていく埼玉の夜。みなさんこんにちは、ロバです。よろしくお願いいたします。今日は竹内秀樹監督の飛んで埼玉に関する意見を言わせていただきます。初めて飛んで埼玉を見た時は日本へ飛んでいた飛行機の中です。正直に言ったら最初にはなんだこれはと思いましたが、見れば見るほど大好きになって2回目見ました。なぜかと言ったら楽しいばかりではなくて演技についても面白くて勉強になりました。フランスの映画は楽しいコメディでもそこまで激しくてやりすぎる演技はできません。楽しいシーンでも人生らしくて自然な演技をしてほしいんです。フランスの撮影で飛んで埼玉のような演じ方をしたら監督に何してるのと言われるはずです。それで僕も最初に何してるのと思ってしまいましたが、それは大失敗だったと分かりました。やはりそのままバカな表情やバカな声を作って出したら簡単で面白くないんですけれども、飛んで埼玉の俳優たちはそのようにしていません。逆に役の本気を感じてその気持ちを大きくして楽しくなります。それは難しくて素晴らしいと思います。例えばね、埼玉と千葉の解放戦線の戦いの前のシーン、く埼玉、だ埼玉のシーンですね。ただ気軽い埼玉の冗談のシーンにするとそんなに楽しくないかもしれませんが、ですがレイ様の俳優のガクトさんは上手に状況の大切さを感じて、ブレイブハートという映画みたいに真面目に激しく演じてくれます。そのおかげで観客は感動刺されながらシーンが楽しめます。同じシーンで苦しいよって言っている俳優の加藤亮さんはその苦しい気持ちを本当に感じて観客を泣かせるほどうまく演じてシーンを楽しくならせます。それは俳優たちの演技だけではなくて映画の作り方もそのようになります。レイ様が白子箱付き草加せんべいを踏まされるシーンは、ただのせんべいを踏むのがそんなに大事ではないと思ったら意味がなくて楽しくないんですけれども、そのせんべいに埼玉の誇りを入れて激しい音楽をつけてかわいそうな鳥の目に近づくカットを作って笑わせます。その鳥のカットは何回も見てしまいました。言いたいのはそのギャップで楽しくなるっていうことです。同じくそのシーンの終わりには、埼玉県人のお母さんと息子が警察官に捕まって運ばれるカットは、子供が警察に運ばれるのはひどいなんです。ひどくて感情されますが泣きながら埼玉のポーズをして楽しくなります。観客は悲しさも楽しさも感じて笑います。言いたいのは本当に楽しくなるために両方の気持ちが必要なんです。飛んで埼玉の中には2つの映画があると思います。レイ様の物語と車で行われる話は別の映画に思えると思います。演技も違います。都市伝説より車のシーンの演技は楽しくても普通の人間らしいなんです。それでその役たちに観客が同一化できます。特に娘さんが観客が思っていることを話す時もあります。例えばね、僕が思った通りになんだこれはというセリフもあります。その方法で監督はバカな映画だと知っているのを伝えます。もしよかったら考えすぎずに楽しんでくださいと僕たちに言います。それはね、とても親切な考えだと思います。観客を楽しませるために監督も俳優たちもチームもバカに見えても構わずに本気を出して一生懸命頑張ってくれます。優しいでしょ。素晴らしいと思うよ。
多分日本文化のおかげです。やはり人によりますけれども、おまかに言えば日本人は決めたことを真面目にやります。楽しいことをしようとしても真面目に頑張ってくれます。濱口竜介監督の映画も大好きなんです。人生らしい映画として世界の最強な演技が見える映画だと思います。そのような映画も、翔んで埼玉みたいな映画も楽しめるのは観客としてありがたいものです。俳優としてそんなに違う演じ方ができる国は最高なんですよ。いろいろ演じ方を試すのは面白くて楽しいなんです。翔んで埼玉が好きだったら、フランスのダニブン監督の Bienvenue chez les Ch'tis とアラン・シャバ監督のアステリックスミッションクレオパトラをおすすめします。一つ目は、翔んで埼玉のようにフランスの地域の違いや戦いに関する冗談で楽しい映画です。二つとも見ると、日本のコメディの演技と結構違うことに気づくかもしれません。では皆さん、見てくれて本当にありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。おすすめの映画があったらコメントで教えてください。